どうもと自分撮りイレブン。さあ見てまいりましょう、1枚目。え監督これ写真撮ってき緊張してたね。えらい揺れてますけど、ね、緊張しすぎたんですよ、あの初日。初日、監督もやっぱり緊張されるんですか。緊張しますがな。緊張されないイメージすごいあるんですけど、ね、緊張するよこれ。あそれはもうゲロッパの、あのゲロッパのブルースブラザーズですね。はい、まあ、ちょっと前祝い紹介で、この間ちょっと飲んでたんですよ。あうちのチビ、だいぶ家族で古いやつでした。もうかれこれもう 10年近く前です。10年前、はい、娘さん今おいくつ。今6年生ですけどね。あ6年生。心配じゃないですか父親としては。そう、先ほどもね彼氏連れてきたらどうするっていう話ありましたけど。いやそれは心配やけども、まあ、それはまあね結局はほっとかないじゃないから。いや彼氏はビクビクですよ。監督んとこ挨拶行かなあかんなるとね。もうだからええ人誰かね。だからそうめっちゃ見てる冒頭ですか。ええ人ね、包容力があってね。優しいてね、いざいう時には強くてね、強くてそういう男性が、どうなんですか、その娘さんがね好きになった人が映画監督かなんかでその紐になってるような男はどうですかね。絶対嫌やな。